あなたの心のダークマター、どうもギーコちゃんです。はい、ということで、ヤマタノオロチレベル24まで、じゃねえや、レベル24を、まあ、周回してたんですけども、これさ、すごいんですよ。あっちこっち歩き回らなくてもですね、すごい頻度で復活するんですよ。たまに2体出るんですよ。しかも神運営だよね。目的地設定どこでもってやつあるじゃないですか。どこでも目的地みたいなやつ、あの翼使うやつ、あれね、今自分が立ってるところ以外だったらもうどこでも設定できるのに変わったんですよ。その代わりそのメガモンが中断されるってことなんですけど、いや、もう歩く必要がなくなったっていう部分、大して歩く必要がなくなったって考えると、めちゃくちゃ今の時期としてはやりやすくなったよね。だから土日のイベントとか、あれがもっとあればいいな。経験値クエストとかさ、あそこら辺がもっとこう潤沢になってくれたらもっと満足なんじゃないですかねってギコちゃんは思うんですけども、まだレベリングがちょっと大変だよって方は多いと思うので、ぜひともそこら辺を検討していただけたら、多分この動画見てないと思うけどね。はい、ということで今回はヤマタノオロチレベル30に挑みたいと思います。はい、ということで、ロッチンさんを今回は助っ人としてレベル30に挑んでいきたいと思います。それでは早速行ってみようかと。おー、来た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 、ヤマタノオロチレベル30、レベル30でこれ書いてくればいいのにね。ロッチンさんお願いしますよ。さあ、ということでどんな形でやっていくのかってとこなんですけども、ギコちゃんはバトマス55、バトマス55、レンジャー55、賢者55って形でやってます。で、作戦は左からガン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 命大事に。はい、ノッチンさんは多分これはギガスラッシュ装備なのかな。はい、で作戦としてはバトマスでギガソード、左から順番に王者の剣、王者の剣、王者の剣、悟り装備。ノッチンさん多分ロトの装備だと思うんですよ。なので、ギガソード、ギガソード、ギガソード、ギガスラッシュ、癒しの波動とかで、まあどうにかなるんじゃないかなと思ってる。本当はレンジャーでフバーハこれ使いたいんですよ。でもまあ1回目ってことなんで、まあとりあえずここ1回置いといて、フルオートバトル、そういわばオートベロ、これでいきたいと思います。それでは早速オートバトル押していきたいと思います。勝てっかなー、ちょっと嫌な予感する。さあ行け、まずは縛ってギガソードで、ガチャン、あれやっぱギガスラッシュだよね。のちさんはギガスラッシュ、ギコちゃんギガソードズガーン、しかも防御アップありがとう、1段階アップだね。ギガソードアップ、殴り、何今の書くんだよ。火炎の息がちょっと痛めのパブロン、火炎の息2連続は痛めのパブロン、ギガソードで縛りたいところ、縛れない、怒ったギガスラッシュ、ノッチンさん切れていく、切れたノッチンさんはもう止めらんないぞ俺、普通にもう寝ないで配信しちゃうからね。で寝落ちしちゃうから気をつけてね、切れたらもう寝落ちしちゃうから。すごいアップしてる、癒しの波動ちゃんと使ってくれない、ここで使うのはめちゃめちゃ強いと思う。おお、連続噛みつき、ギガソードフルオートベロいけんのか、いきなり、おっと縛った、縛るのでかいぞ、2ターンこっちのターンだからね、相手が1ターン攻撃できないんですよ、影縛りは。これ余裕でいっちゃうんじゃないの、いけギガソード、ズガーン、すげえ防御力アップすんな、ちゃんと回復してる、偉い。ギガソードもう縛れることはない、1ターン縛ったら2回目は縛れない、でまた1ターン置いてからまた縛れるようになる。おお、切れてる、ギガソードバチバチにいけんじゃん、ギガソード超強いじゃん。しかしいつ何が起こるか分かんない、逆転される可能性十分だからね。はい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 、商品たちの商品じゃない、商人たちの応援がなくなっちゃったからちょっと危険にはなってる。縛れ、あー縛らない、しかしのちさん切れる、怒りののっちん TV お願いします。いやー、ギコちゃんと村人 C が切れないね、全然切れないね、優しい、簡単に倒したー、のっちさんありがとう、無事に倒すことができました。いやー、これ回復なしでもいけるかもしれんな。
多分回復なし動画が、溢れ返ると思うんですけども、改めて回復なしのパーティーでできたらなってところで、ギガソードがちょっと強いね、強すぎるね、王者の剣。うん、でドロップはしない。はい、ということで改めて賢者抜きました。賢者抜いてレンジャーにし、レンジャーにしました。縛れる率2倍なので、まあ、簡単に倒せるでしょう。で、助っ人は今回はバナナさんにしました。多分雷神のやりで、あーってやってくるんじゃない、低くなることはないでしょう。期待してます。で、挑戦していきます。さあ来た。ちょっと曲を聴きながら、左からバトマス、バトマス、レンジャー、レンジャー。いやー、これはいけるでしょ、縛れるでしょ。めちゃめちゃ縛っていけばフルオートベローいけるだろう。いくよ、せーの、頼む。ポチ、ギガソード連発よ。うん、な、あ、作戦だけ直させて、殴っちゃった普通に、命大事にしちゃった、フルオートベロ、もう一回、作戦外ぐらいはもう許容してよ、みんな、それはスーパー許して、普通殴んじゃねえよおめえ、相手巨大なドラゴンじゃねえかおめえ、最初のうちの火炎の息は大して食らわない。うわ、連続か、甘酸っぱいね。さあギガソード、縛れ縛れ、縛らない、優しみが深い。うん、バナナさん切れる、切れて雷光さみだれ好き、何ダメージなのかよく分かんない、ご飯指示4000ぐらい、強いじゃん。大きく息を吸い込んだからの火炎の息、なんでだよ、なんで吸い込んだんだよ。ギガソードいけ、縛れ、よし、でかいぞ、その縛りはでかいぞ、もうギガソードしかしない、ギガソードパーティー、ギガパ強いな。ちょ、バナナさん最強まであるよ。おい、このパーティーの中で一番強いのバナナさんまであるぞ、これ。切れろ、切れない。うん。おしよしよしよし。めちゃめちゃギガソードしてるよ。ちゃんと防御力もアップしてるから、殴りに関してもちょっと強くなってるはず。あ、自分の顔に見とれちゃった、バナナさん。ちょっと言ってたやん、これ。ちょっとお前、チャラ男芸人似てますね、言うたら。え、そんなことないですよって言ってたじゃん、なんで見とれてんの。倒したセキュー、最後見とれちゃったけど、本当に恐ろしい男ですね、バナナさんは。さあ落とすのか、落とさない。さあということで無事に倒すことができました。回復なしでもゴリ押しでレベル 55% であれば、まあわりかし装備も整った上でいけるのかなってとこなんですけども、まあ星4攻略おそらく皆さん出すと思うので、そちらを参考にしていただいて、無課金美課金の方はヤマタノオロチぶっ倒しちゃいましょう。はい、ごめんなさいね、俺がそういうことできなくて。多分アリアハンの剣だったっけ、あれ超強いらしいから、うん、あれ多分4突とかして頑張れば多分いけると思う。そんなわけで、以上ギコちゃんでした。よかったらチャンネル登録と高評価してくれたらスーパードーン嬉しいな。またね。